はい、こんばんは。今日はパチンコの水流部分を触っていきます。言うても結構できてますけどね。まあいくつかプリセットのような水流はありますが、これはその一つになれそうな気配。まあ気配だけで勝手はそこまでですが、見てわかる通り真ん中の金管圧を踏むと入賞ってことですね。入賞したらリールを回したりして、大当たりになれば大量獲得、と。まあ誰でもわかる仕組みになるわけですよ。水流中のスライムや蜂蜜はかなり使えるので、皆さんもパチンコを作るときは使いましょう。おいおい、おいおいおい、ピンボールはどうしたんだよ。一応完成はいたしましたが、あまりにも仕組みが複雑かい。JE 特有の回路もあるので皆さんに初作ることは不可能と判断いたしました。もっと簡単なやつ作るので、それまで待っていてください。はい、ということでね、リールがつきました。だからお前は処理すぎやねん、と、紆余曲折ありましたが、つまりこんな感じですね。JE 専用になりそうです。まあ JE 専用の回路は最近だと受けないと思うので、次の動画は、ピンボールにしたいですが、この動画は、まあ予告みたいなものですね。クルーンパチンコはそこそこ人気っぽいので、ぜひともこっちのデジタルパチンコも、挑戦していただきたいところ。では現場からは以上です。お疲れ様。良いマイクラライフを。